おはようございます。6月14日金曜日朝6時の相場解説です。まあ、あの、いきなりなんですけどもね、二つ申し上げたいと思います。一つは、本日はトレードの難易度非常に高いんで、あまりトレードすることをお勧めしません。えー、上田総裁のね、記者会見ございますんで、まあ、多分荒れると思いますね。まあ、それから記者会見自体は15時30分からなんですけども、午後あたりから、まあ、この、 チャートのの動きっててはね乱れてくると思うんですよだからといって午前中にトレードをしてね利益が確定できるかっていうとなかなかそれも難しいんじゃないですかということで今日はトレードしないことを前提にね、えー、軽く見ておくぐらいでよろしいかと思いますまああの日銀の発表がどんなことになるのか長い記者会見あると思いますけども言いたいことで結局一言で終わるんですよあんなにだらだら長くやる必要ないんですけどもね何なんでしょうね <laughs> で、結局、これから利上げをするのかしないのか、景気はどのように感じているのか、うん、ということなんですよね。で、しかも、どっちつかずのあやはやなことしか言えません。それは相場に影響するからなんですよね。でも、そういうふうな配慮しながらでも、上田総裁がどんなに配慮して発言しても、相場に影響するんですよ。だから、ズバッと言ってくれてもいいような気がしますけどもね。どうでしょうかね。また、日銀の方、利上げするんでしょうか。はい。で、もう一つなんですけども、 昨日この時間にお送りした放送ね、もうお気づきの方ばかりだと思いますけども、ちょっとチャートが動いてなくてね、私の方と XM 証券とのアクセスがちょっと不具合が起きてまして、えっ、ー、と、10時ぐらいには復旧して、え、それから皆さんにはね、利益を取っていただくような解説をしたんですけども、え、ちょっと即可塾限定動画をご覧の皆様にはね、あれ 今日のチャートおかしいなぐらいで、なかなか伝わっていなかったと思うんですよ。その辺はちょっとね、ここでお詫びをしたいと思います。はい。ということでね、今日はゆるりと見るような感じになる、そんな一日になると思います。そして、植田総裁の記者会見、なかなかオンタイムで見れる方いないと思いますんで、これについて私がね、えー、私なりの解説を申し上げて、えー、今週のまとめと、えー、来週からの見通しについて、 繋げていいこうかと思いますで本日はリラックスして相場の方と向き合ってみてください、えー、特にエントリーをする必要はなかろうかと思います難しいですからねそれではまた後ほど